衝撃感謝祭の告知です。衝撃感謝祭とはパチンコガロシリーズ10作目となる P ガロゴールドインパクトの導入を記念して開催されるパチンコガロのリアルイベントで、総勢14名もの出演者も超豪華。日程は来年2023年1月15日日曜日開催。場所は東京都港区スターライツタワー。なんと東京タワーの真下という最高のロケーションです。そして今回は会場内のコンテンツをご紹介します。どどん、まず何といっても目玉は P ガロゴールドインパクトシダコーナー。ガロシリーズ最新作を導入前にいち早く体験することができます。しかも出演者の皆様がシダコーナーをご案内、皆様の間近で盛り上げます。こちら事前に予約をすると優先的に打っていただけるシステムで、予約方法など詳細は後日発表いたします。続いてあの頃の興奮が蘇る歴代10機種展示。初代 CR ガロ XX から10作目 P ガロゴールドインパクトまで勢ぞろい。パチンコガロシリーズの歴史を存分に味わってください。さらに等身大ガロショーと写真が撮れる映えるフォトスポット。本作は龍河シリーズがモチーフということで、ガロショーが皆様をお出迎えします。そしてイベント限定オープンのリアルガロショップ、ガロファン推薦のグッズを多数取り揃えておりますので、ぜひチェックしてみてください。さらに来場者特典はこちら、雨宮監督直筆パチンコガロ10作目記念ロゴ入りオリジナルマックアップをプレゼント。さらにさらに歴代ガロポスターデザインのオリジナルクリアファイルをご家族やお友達と一緒に来ていただいた方に追加でプレゼント。以上盛りだくさんの内容となっておりますが、次回は出演者の方々によるステージイベントをご紹介します。また今回の内容についてはですね、概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。それでは引き続き本編をお楽しみください。スイッチオン。どうも三世アランディーナースイッチオンマンです。何やる、何やるんですか今日。ここ最近やっぱ三世チャンネルの動画見てて、はい、何か思い当たることないか。 SNS というかこういう動画をやってる身としてはバズらせたいっていうのありますよね。いやこいつら面白いじゃんと思ってもらえるものをもっと作りたいなっていうのありますよね。いや素晴らしい、はい、スイッチオンマンだけじゃやっぱ再生回数伸び悩んでるんじゃないかっていうことで、まあ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 今日は強力なセット。おお、ほんとですか。今日のゲストはこの方です。どうぞ。どうもヤマピーでーす。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ぐるっとね入ってきていただきましたけれども、以前あのビッグマーチューブさんで、はい、私出演させていただきまして、はい、2人だけの新ガロー決定戦というのをやってですね、見事はい新ガローになられました。ご褒美として、三世チャンネルに出ていただこうということで今日は来ていただいて、はい、ありがとうございます。はい、本社勤務になられてと、はい、いうそんなヤマピーさんにわざわざ来ていただけるなんてと。ビッグマーチューブの時となんかちょっと違うの。緊張した、めっちゃ緊張してる。参ります。ということで今回は神がかった台で神動画を作ってバズらせよう。イエーイ。具体的にどんなことをやるかと言いますと、はい、ピンポン玉をこう投げて、はい、なんかこうなんかバスッと入れるみたいな、はい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 、すげえふわっとしてるんですけど、パチンコ台でやってみようという企画らしいんですよ。まあ、離れたところからパチンコ台に向かってパチンコ玉を投げます、はい、へそに入ったらOK と。めっちゃ難しそう。でさらにこれに、まあ、ゲーム性として離れたところから入れれば入れるほどプレゼント、おがプレゼン大きくなるみたいな。やってみたかった。やってみたかったですね。ちょうどやってみたかった。それでは神動画チャレンジ行ってみよう。ということで、はい、準備が整いました。まずですね、まあ、今回、はい、用意したですね、そのパチンコ台の方なんですけど、はい、神がかった動画作りたいならやっぱり神がかった台も必要だろうということで、はい、今回ですねご用意したのが、最新機種の P ゴッドイーター神がかりバージョンと、はい、どれだけこれだけやれっていうことらしいんですよ。つまり必ずも入れて帰れよと。やばいですね、何回になるか分かんない。付き合ってもらいますよ、はい、ヤマピーさん。いいですか、いいですか、やりましょう。今回要は距離が離れれば離れるほどクオカードペイの金額が上がっていくんですよ。例えば1メートル離れたところから入れたら1万円。距離が離れれば離れるほど金額が高いんでしょうね。そう、プレゼントの金額がクオカードペイの金額が上がっていくっていう。そしたら一番遠くじゃないですか。一番遠く。どこからどこが何メートルかも分からないんで。ああ、なるほど。すいません、ちょっとヤマピーさんいいですか、はい、道具を受け取ってもらって。
もらいました。これで自分たちで測れるっていうことらしい。あ、そういうことですね。そっからセルフでやれと、はい、いうとこなんで、じゃあ早速距離をじゃあ測るところから、はい、一番遠くまで、はいはい、ちょっとやってみましょうか。おお、あ、こうですね。そうそう、そうそうそう。じゃあ、ヤマピーさん思うがままに測ってもらっていいですか。お、あ、あ、これはあ、じゃあ、じゃあ、僕、僕押さえましょう、僕押さえましょうか、これ。これで、はい。これどうやって見るんですか。ここにメモリがありまして、これ で, これで1メートルね、これ1メートル。これで1メートル。1メートルですね。これ3メートル。3メートル。普通こういうのってね、大体こう目印が用意されてるものなんですけど、これ。で、ここ10ですか。あ、ちょっと、ちょっと。あ、ギリ、ギリ10ないがないぐらいですね。ええー。とりあえずじゃ記念すべき、ファーストチャレンジ。そこは今日の。私ですか。今日の主役はヤマピーさんですの。ルールが、やばい、あって上投げはやめてくれと。はい、コツ、コツ。僕も初めて、多分みんな初めてなんですけど、とりあえず届くかどうかですよ。そうですね、届けばいいか。緊張する。手汗半端ないんですけど。それでは記念すべきダイエット、どうぞ。いきます。あ、待って、やばいやばい、どこ行った、どこ行った、どこ行った、ちょっと待って、やばいやばいやばい、どこ行きました。一応僕もやっていいですか。一回一回、じゃあ僕細かいこと聞いていいですか。足が片っぽ残ってればいいとか、そういう。あ、ダメ。ダメなんですね。 こっから入れようってことですか。いきます。あっ。戻ってきました。もうちょっと近づけます。行きましょう、もうちょい行きましょう。近づけ、どこまで行きましょうか。5メートル。5まで行くか。5まで、とりあえず、まあ、メジャー初めて感はめちゃくちゃ出てます。そろそろ、まあ、おお、だいぶさっきと違いますもんね。ちょっと、まあ、うっすらとへそも見えてくるかなっていう。確かに見えますか。うっすらとね、うっすらと見えてきましたね。幻覚じゃないですけど、そう、なんとなくね。さあ、5メートル、5万円チャレンジになりますね。ちょっとずつないんじゃん。ほっ、おっ、あ、ん、だいぶ、わあ、わかんない。でもとりあえずの台の枠にはいったような感じですもんね。行きました、行きました、行きました。あ、いける。あ、おっと、あー、足りないんだ。あ、いや、あー、いかない。入ったら回るんですか。あ、そうですね、一応これ1分の1になってるんですよ、今回特別に。大当たりですか。大当たり、台が祝福してくれます。やばい。なので、はい、これぜひ成功させましょう。めちゃめちゃ頑張りますね。そうね、頑張りましょう。え、3 3いきます、3いきましょうか。お、あー、あー、惜しい。いったんじゃない。あー、あー、惜しい。あー、あー、もったいない、やばい。あー、ちょっとダメだ。あ、あ、でも難しい。さっきより、いや、さっきより良くなってる。声出ちゃった。さっきより良くなってる。あー、高さだけ。これ結構燃えてきますよね。そうそう、もうちょっと多分ね、これ競技化した方がいい。じゃあ 10玉連続できます。あ、びっくりした。あー、やっと、まだ、やっと、やっと、やっと、ステージ、ステージ、ステージ。とりあえず新作 の, 一緒に見ましょうか。一緒に見ましょうか。え、すごいですね。さあ、そして、そして、通常のですね、スピードの中では一番期待度の高いディアウスピター、はい、新速進撃という本気の、非常に熱い演出が登場。これですね。すごい。さあ、そしてこの紙の緩みが出て新速進撃演出。やばい、すごいですね。だいぶこの迫力のある綺麗な映像ですけれども、さあ、どうだ。ということで、すごい。どう、なんかすごく今多分ね、僕もそうだしみんなそうだと思うんですけど、すごいモヤモヤしてると思う。これが成功でいいのかどうかっていうのと、え、動画的に審議ですか。審議タイム。映像が用意できたので、あ、僕あれなんですね、ステージだと思ってたら違ったんですね。右、普通に、そうですね、道くぎ通ってポコンと入ったんですけど、
一つ言っていいですか、はい、全く神がかってないですよね、なんか入り方すごい、これでドアップで見るとシュール、ね、どうします、これはじゃあとりあえず入ったんで視聴者さんプレゼントということで、うん、これはこれでストック1名様させてもらって、もう一回やりません、おできるだけこのスポスポーを目指して、でできればヤマピーさんにも入れてもらいたいから、いや入れてみたいです ね頑張ります、ね、お願いします、はい、はい、投げるのはヤマピーさんで私が、まあ、なんですかキャディー的な感じで、はい、やらせていただきますんで引き続きよろしくお願いします、お願いします、やばい暑い、これ一人で一人で投げるの結構暑いですね、結構、しかもこれ暑くないですか、暑いですこれだいぶ、これ絶対暑いですよね、 そんな激しい運動には見えないと思うんですけど、そうなんですよ、これ結構きつい、3でいきますか、いや行きません、行きません、はい、2でいきましょう、2でいきましょう、2でいきましょう、僕らもね結構これはいきついです、そうきつい、これフライングですか、あ大丈夫です、もうギリ大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、くそ悔しいな、熱っ、じゃあまだ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 僕もやります、やりましょう、やりますか、はい、ちょっとじゃあやりましょう、2メートルはまだスイッチオンマンさんも入れてないんで、確かにこれでもう実質多分1メートルぐらいになってるんで、確かに惜しい、めっちゃ惜しいんだよな、あーあー入った入った、えっ、ー、今のそこだすごい、でも今のめっちゃ綺麗に入りましたよね正直言ってめっちゃ気持ちよかったですもん、うん、私もでも多分求められてるのはこれじゃないらしいんですよどうですか、もうちょっと頑張りましょうか、頑張りましょう、おー、カズカズーチャ系ですね、やります、いきます、あそういう感じ、入ったんじゃないねー、入んない、はい、え、あれは？あれ何？こんなとこ入るって逆にみたいな感じになってるんですよ。へその奥の、このスタートの奥に入ってるんです。はい。さあ、つくわ学園の森天さんから、さあ、本社勤務に移動したその、はい、そのとこから、入ったー入ったー入ったーやったー、さあ、何回目のチャレンジだったかもわからないけれども、さあ見事、ありがとうございます、見事ですね、大当たりと、入りました、大当たりと見事入ったと、これでそのプレイバックしましょう、さあ球がどんどん打ち込まれてるけれども、さあそしてあーこんな感じだったんですね、ステージからですね、しかもちょっと右によれて、はいはいはい、からそう危なかった、これもかなりそう芸術点は高いと思います、入った時どうでした、もうめっちゃ嬉しかったです、入った瞬間分かりました、分かりました、分かりました、はい、ということで今日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい、だいぶね長いこと頑張っていただいたんですけれども、はい、ということでまず結果発表というところでですね、はい、まず3メートル、はい、僕が1回成功ということで、あと2メートルをヤマピーさんと自分が1回ずつ成功となりましたので、はい、3万円のクオカードペイを1名様、はい、そして2万円のクオカードペイを2名様、うん、はい、プレゼントとさせていただきたいと思います、まあ、応募方法は、ね、こちらからもしくは概要欄に、はい、貼っておきますので、はい、よろしくお願いいたします、これも最後になるんですけれども、はい、なんか告知とか、はい、はい、いいですか、はい、もちろんです、はい、ビッグマーチというパチンコ屋さんがやってるビッグマーチューブという YouTube があるんですけど、和気あいあいと楽しく、動画配信してますので、概要欄載せてくれるんですか、あ、そう、もちろんはい、概要欄からぜひチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、本当ね皆さんいろんなことをやって、本当にパチンコ屋さん の社員さんとは思えないくらいいろいろね、はい、やられてるんで、あと生着替えとかもね、はい、本当に必見ですんで、はい、ぜひぜひご覧いただきたいと思います、よろしくお願いします、はい、動画を最後までご覧いただきありがとうございました、よろしければチャンネル登録高評価コメントどしどしお待ちしております、それではまたお会いしましょう、せーの、スイッチオン、さあこの後神動画でお別れです
どうしたその入った。